平塚さんって、あの私みたいな、どういうふうな思いとかイメージ、平塚さんって、私みたいな、キャバ嬢関係ない外野って、なんかどういうふうに思ってるとか、俺の味方か俺の味方かじゃないか、自分はどうですか、なんか自分にピンポイントで自分はなんかどう思っていただいてるとか、あります、あんま僕にとっていいことは言ってない。でも自分はあのもう自分なんか誰あの言ってることコロコロ変わんねん。変わってます。変わってる。なんか例えばどういうところか。いやだから僕のことよく言ったり悪く言ったりよく言ったり悪く言ったり。悪く言ったことはないつもりなんですけど、その、まあ、2回だけ今まで平塚さんに、まあ、なんていうか、まあ、物申すってことではないんですけど、あの1回はあの大橋さんが誰に対して怒ってるかわからないっていうのを平塚さんが、あれは大橋さんは平塚さんに怒ってるっていう解釈をされてたのは、そんなに多分僕も細かくは見てないけれども、でも、まあその僕のことをあのなんだろうな、すごい擁護してるってイメージはないんですよ。別に悪く思ったら自由ですから、それは。改めてすみません、いろんなあの思いはあると思うんですけど、私は本当に平塚さんが大好きです。本当ですか。ちょっと、はい、あの、ハサミ持ってきました。ハサミ持ってないです。ハサミ持ってきてもらえなかったら、今切ってもらえなかったら、ここで。でもそれ、違法なんですよ、すみません。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。すみません。はい。いやそういうちゃんと許可が下りた場所じゃないと、あんま使っちゃいけない。そうなんです。お金をまあ得るっていうと、美容師法のまあ、ただだったらいいんですか。ただだったら、まあいいですけど、まあなんか、グレー。まあグレーなところです。はい。はい、いやよかった、ありがとうございます。ごめんなさい、いろんなその思いは、受け取られ方はあると思うんですけど、本当に平塚さんのが大好きです。